ただいま。すげえ忙しかったよ。今日突然クラスの出し物が変更されてな、朗読劇をやることになったんだ。つってもまあそうなるように仕向けたのは実は俺なんだけどな。ここだけの話だぞ。ふーん、お母さん、京くんが業界のフィクサー気取ってるよ。え、お前そんな言葉どこで覚えた？ほら待ちなさい。